アロハタンタンです。本日は大人気ウーマウクレレから UK20ST オール単板のマホガニーモデルをご紹介いたします。 UK20ST テナーサイズですね。このシースルーカラー、木目がしっかりと生きているカラーリングがとても綺麗です。こちらは皆さんグリーングリーンとおっしゃいますが、ブルーです。シースルーブルーの個体をご紹介いたします。こちらはテナーサイズで、しかもスロッテッドヘッドなんですが、とてもテンションが柔らかいので押さえるのも楽ですし、弾く時にもと指が痛くなりにくいので、テナーサイズ初めての方にもおすすめの一本です。軽やかにスコーンと気持ちよく伸びてくれるので、リラックスして弾けるというのはとてもメリットですね。テナーサイズなんですが、テナーサイズでスロッテッドヘッド、頭が厚いと結構重くなりがちなんですが、このウーマウクレレ UK20ST はとてもボディが軽いので、そうですね、初めてテナー持つ方にもそこまでコンサートとかと重さ違和感なく弾けるかなと思います。そしてこのテンションの緩さ、音の良さ、音の伸びの良さなどなど、ぜひ一度体験していただきたいなと思う一本です。久しぶりに入ってきましたね。こちらのブルーですよ、皆さん、ブルー、シースルーブルーのカラー、とても綺麗なカラーリングです。色がちょっと、なんていうんですかね、写真も動画も本物の色とちょっと違うかなと思うので、写真と動画の間ぐらいの感じで思っていただけるといいかなと思います。今回ご紹介いたしましたのは、台湾の人気メーカーウーマウクレレの UK20ST シースルーブルーのカラーです。木目が生きているブルーのカラーリングの個体です。こちらの個体が気になるという方、ぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフィホー。